おはようございます。朝4時45分寝坊しました。今はあそこの上にいるはずだった。寝る前にシリにお願いしました。12時半に起こしてください。3時に起きた時はシリの設定は昼の12時半でした。今日は実は2人と会う予定だったんです。1人はもう朝早く2時スカイを出発して函館山の大岳からご来光を見て、僕がちょうどスカイに着いた時は皆様も降りてたんです。そして今日はもう一人三沢から来て十和田湖周辺で会う約束してたんだけど、いろいろ予定が重なって今日は来れなくなりました。なので今日は僕に残ったのは函館さんだけ。いつもだと使いの後ろから仙人隊に向かって登ってるんだけど、今日は僕の大好きな時計回りで登ります。というのはスカイオからケナシ隊に向かって小屋まで行って大岳に登ったら今度は仙人隊の方から降ります。楽しみです。風がない、そして晴れってことはドローンも何回か飛ばせるでしょう。暑いけど森の中は涼しい、そして空気が美味しい。そういえば雪が溶けてから函館には来てないんです。今年は初めてだ。なんと信じられない。ちなみに函館大岳までご来光を見に行った友達からメールが来て、その朝日はこんな感じです。いや自分の目で見たかったね、シリめいやそれはシリ悪くないね。仕事が8時渡った時から準備始まって、ご飯食べてシャワーしてベッドに入ったのは9時半だったんです。そしてシリに向かって急いで Hey Siri, wake me up at 12:30. I've set an alarm for 12:30. という設定で12時半、昼の12時半にセットしました。3時半に起きた時は信じられないぐらい目開いて何回も携帯見てました。その代わりに青森市から車で50分ぐらい走るとグダリ沼っていうところまで行きました。そして信じられないぐらい綺麗な朝日を見ることができました。グダリ沼の上に霧がいっぱいかかってて、そして草の上の朝の何て言うんだっけ、英語は竜と言います。日本語は何だったっけ、まあ、とにかく100年前から函館山からその水がどんどん降りてくるそうです。冬終わって春になって雪が溶けて、その雪が地面に入って、そしてグダリ沼からブーと出てきます。やっぱり朝早く起きるのは山門のとこだね。出ます。ケナシ隊に出てきましたが、ロープはそっちに見える。で、大岳がそっち。僕は間違ってるのかな、道。見てみよう。これで大丈夫そうかな。大岳はそっち。僕の道はこっち。もうちょっと右に行きたいんだけどね。この水が道に流れるのがたまらない。見て、これ上から見れば綺麗だろうね。見てみる？ちょっと見てみようね。上からはこんな感じ。どうだ、いい感じでしょ。次は森に入ります。もう森か。
この山階段多いね。そしてこのトンボの数見ますかね。ヘイシリ、ここにトンボ何匹いるんでしょう。ただいま、わからないです。やっぱり AI とちゃんと相談してから行動した方がいいですね。こっから登るの初めてだから、いつも見てる景色と全然違う。やっぱりシリと同じように確認が必要だね。1回だけじゃなくて2回3回でも確認すればいいんじゃないかな。だってここは何回も撮ったのに、今日は初めて違う方法から来て違う景色が広がる。なんだ、シリが、シリ様、私に勉強させてるんだね。ありがとうシリ、勉強になった。岩木さん、そしてこの道をこうやって歩くと、ここまで来たら看板を見てロープウェイじゃなくて大岳。そしてここ、ここじゃないですよ。ここ、こっちこっち。そして大岳に行ける。簡単でしょ。箱田、大岳まで 1.8 キロ。あっという間でしょ。これはシリに聞かなくても大丈夫だ。もう、ここの斜面は冬も見たことある。冬の絵図が残ったら、またこの地場所だ。景色が全然違う。そりゃそうだね。ここは5メートル、6メートルの雪も積もってるからですね。そして奥に見えるのは箱田ロープウェイ、それから雲海。そしてここ涼しい。風が涼しい。約1キロ後、大岳のヒュッテに着きました。残りの600メートルぐらいはあっという間でしょう。じゃないな。はあ、着きました。休憩したら大岳登る。そっち行くと赤倉岳まで行くんだけど、今日は大岳右時計回り、そして潜ります。うー、てっぺんが見える。残り600メートル。雪ない時、そして天気のいい日は登りやすいコースだ。そして景色は100万点。僕はちょっと服脱ぎすぎかな。あそこの奥に見えるのは下湯ダムなんだけど、ちょっと小さく青く見えますかね。向こうからの景色も素晴らしいですよ。あったら見せますね。大岳の小屋は冬も見たことあるかな。この間3月箱田のポール立てのイベントの時に、この小屋からポールを出して、向こうの方にずーっとそのポールを雪に刺してコースを作りました。頂上まであともう少しだけど、トンボが多い。見えるかな？ちっちゃいのがいっぱいあります、あちこち。この木はここまでどうやって運ばれたんでしょうか？正解は、トク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 、ヘリコプター。ってことは、この古い階段は、この中に入っている新しい階段になります。この階段を、入れ直します。来年あなたが大岳を登りに来るときは、素敵な階段で登ります。岩木さんが顔を出してます。見えるかな。トンボで見えないでしょ。まあ行こう。てっぺんまであと5分。あれ、僕は嘘ついたかもしれない。先の木はこれだね。このフェンスを作るためにかな。階段じゃなくて、皆さんもし来年は新しい階段じゃなくて新しいフェンスだったら許してね。でも登ってね。こんにちは。こんにちは。おお、人がいっぱいいる。そしてトンボもいっぱいいる。おお、この看板は初めて見る。
これは去年からかな。そう、2年前は違うな、ね、夏に初めて見る。おー、そうなんだ。あー、やっぱりこの木がこの木だったんですね。ここの周りをきれいにした。皆さん、次回大岳登るときは新しい階段がなかったら許してね。このための木でした。このフェンス、さあ曇る前にちょっと上からどういう風に見えるか見てみよう。せーの、そろ降りてご飯食べよう。すごい、この虫かわいい。ほらついてくる。来てない間に看板が新しくなりましたけど、本当の頂上は ここだね。これだね。ここでちょうど 1584.4m ですね。ここ岩木山が見える。そっちの方に岩手山と直海山が見えるはずなんだけど、今日は素敵な雲が見えます。そしてこのクレーターがいつか滑ってみたい。8月2020年なんだけど、大岳も混んでますね。よし、降りて食べよう。トンボの数半端ない。毎年同じみたいんだけど、僕は初めて見たんだ、こんなに。お、下りは階段あります。そして僕の昼ご飯は見えてきた。あそこの小屋の中にあります。自分で作るんだけどね。さあ、あと10分頑張ろう。どこでも見える。ここは黒石も見えるし、平川市はもうちょっとあっち、目の前に串神ねあります。もう話さなくても大丈夫でしょ。見るだけで、ほら、それ顔に見えるでしょ。ほら、鏡沼はこれ。鏡には素敵な、お邪魔タクシー。スカイユー、そこから来ました。車もあの駐車場にあります。その隣に青い池があるのは地獄沼です。そして函館ホテルで、そこの小屋からご飯を食べたら、でまたスカイユーに戻ります。簡単でしょ。ぜひやってみてください。登りは疲れたんだけど、下りは思ったより滑りますね。ゆっくりとちゃんと一歩一歩確認してから進めば大丈夫でしょう。シリと一緒だね。うっ、やっぱり滑りますね。冬はたまに来るんだけど、雪が多くて景色が全然違う。これはまたいいんですよね。北半球に生まれてよかった。北半球に住んでてよかった。四季があっていろんな季節を楽しめることができるけど、いつか南アフリカのケープタウンは行きたいですね。ここも可愛い池がありますね。ふう、あ、これハートに見えない？ほら、ハートでしょ？違うか。おお、水のところ来た。水飲める。今日はここの水はいらなかったんだけど、この仙人体まで来たら水があるはず。さあ、小屋まであともう少し。なんか日に焼けた感じがする。そこで昼食べよう。大岳から来て仙人体の小屋、外でもいいし中でも食べていいんですね。一応中見てみよう。うわ、おお、誰もいない。
油の匂いするんだけど、外の暑さからちょっとでも逃げたいならいいね。よいしょ。ご飯食べて、次は右小屋から出て、大岳目の前にあって、ドゥルドゥルン、そして酸ヶ湯まで。さっぱり。いやー、ここもここの冬の思い出もあるね。ここ やばい、花が真っ赤っかになったので自然の日焼け止めをつけました。もちろん日焼け止めクリームはリュックにあるんだけど、こっちの方が汗かいても取れないので大丈夫そうだね。お、八甲田の火山はまだ生きています。ってことはいつ噴火してもおかしくない。まあ今日は大丈夫でしょう。今日は僕は葉っぱあるので大丈夫でしょう。いやー、暑いので泳ぎたくない。八甲田山の噴火はどれだけ生きてるか、ここも見ればわかります。生きてますね、噴火は。こんな感じ、よし、不思議だね。周りは全部緑なのにここだけ乾いてます。スカイに近づくと足元は柔らかい、柔らかい。ああ、歩きやすい。あ、もう終わったの？あ、まだあった。結構あちこちこの柔らかい道が続きます。これ気持ちいい。到着、スカイユに戻りました。そしてスカイユに綺麗な道が出来上がりました。この道はずっとスカイ温泉まで続きます。素敵じゃない。今朝は車をそっちに止めて、そのまま向こうの登山口から上がって時計回りでまたスカイに戻りました。はあ、お疲れ。さっきはあそこにいました。時計回りの大岳一周でした。何があっても進めば何とかになります。今日はそういう一日でした。最高。暑かった、暑かったので涼しくしましょう。せーの、何があってもやっぱり進む。まあ考えてみれば今日はお友達のおかげで最高な一日になりました。